こんにちは。今日は焼いてチキンです。追加で5袋買ってきたんで開封焼きにしちゃいます。ちなみにこの前開けた分はもう全部食べました。ちなみに食うとうまいんですけどね、塩分とか脂質がちょっと気になるんで怖いです。健康診断が近い人にちょっとおすすめです。島内選手のタイトルホルダーってことは打点王かな。ここの塩がすごい。はい。おお、いいね。スターカード山田哲人。キラキラー。スターカード。11年ということで。出るタイトルホルダー、タイトルホルダー中野選手、通りおかな、はい。誰？バントの選手。また。意外なところがカード化されてる。そのチームの顔みたいなのが何人かみたいなイメージでした。バッター選手って去年そんな良かった、成績見ればよかった。14登板16ホールド 2.5 いいな。知らない、プロスピでは知ってるんですけど実際の成績は知らなくて。33どうかな、そしてお、またスターカードギーだ。あらまあ、ずいぶん当たる。なぎだ選手、去年も真ん中の28本塁で80本打率3割、盗塁しなくなっちゃったからな。トリプルスリーは本当今後現れるんだよ。周辺中丸い、なんか宮崎っぽい。137試合出てるんだ。って考えたら少ない追跡が、まあしょうがない。最多勝クリか、クリ選手、クリあれ13勝9敗。タイトルホルダーではないけど山口選手、はい、ソフトバンク栗原選手怪我しちゃったんだよな。ああでもいい成績残してるな。ちょっとキャッチャーで見たい気持ちもあるけどしょうがない。海外で、今回はトリプルスリーコンビということで山田ギータと、当たりなんじゃないですかね。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。